えー、皆さんこんばんは <laughs> こんばんはですねもう <laughs> まあねいろいろ質問に答えするねコーナーやってんだけどあのー、ねもうなんか大罪な言葉がないっていうか <laughs> ニュースの解説できなくなってきちゃった感じなんだけどまあね、えーまあ、いろいろとね、あのー、ご質問があるので、まあ、お答えをさせていただいてですね えー、やりたいと思いますけどもうだいぶねあのお答えしてるよね。まあ,あの、まあ、これも一つのねなんかあじゃないのコミ,コミュニティっていうかさいうことが形成されてる証拠じゃないかなと思うんで、えー、今日もですね質問のもしね倉橋さんが今、ね、40歳年収800万くらいのサラリーマンで家族が2人くらいなら どうやって副業をして増やしますか幼稚な質問ですいませんとでも真剣に聞いてみたいんですということなんだよね。で僕はちょうどね、まあ、41で、まあ、この会社始めたんだけども、えー、そうだねあの年収800万で子供2人、まあ、子供さんがいくつか分かんないけども、あのーねえー、副業ってね僕はあ,のあんまり推奨してないんだ。 でもうほとんど全部僕は不動産投資だね。で特に40の時はまあ5億円くらい投資しててね年収で3,000万超えたんであの年収とてのか家賃収入ねで3,000万超えてネット収入では大体2,800万くらいあったからあの、うん、まあまあそのキャッシュフローで毎月60万ちょっとあったかな。だから あローンの返済して残ったのが毎月60万くらいあって、えー、会社の給料は、ね、当時サラリーマンだったけど1,500万くらい取ってたんでまあ、まあ、1,500万取るとね本当九900万超えても変わんないよ本当ね皆さんね、あのー、年収がどんどん上がるとさ生活豊かになると思うじゃん全然ならない <laughs> 全部税金サラリーマンはさみんな源泉調子で取られちゃうじゃんそれで社会保険だなんだかんだでさその ね、所得に合わせてどん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 累進になってまあ社会保険とかあのなんだ厚生高専あの年金とかあの、ね、社会保険これは上限決まってんだけどあの僕は常に上限払ってたからでそこから先のキャッシュローもねなんか累進税率って結構取られた気するで、ね、でもね皆さん服用するんだって節税考えた方がいいでしょであのサラリーマンってさ経費で落ちるもの結構あったりするのよ で僕はね毎年だから家賃収入のあのね確定申告を自分で言ってたから、うん、あの当時ね何か言うと税理士任せやさあのそれでいいんだけど自分勉強なんじゃん。で僕の場合はあね前職の会社のとの約束でね印税は僕のものね講演料は会社のものになってたんで、えー、まあ本が出た、ね、印税収入があったし、まあ、家賃収入もあったしでそういう中で えー、経費で落とせるものねでもう事業的規模になってたから、まあ、接待交際費もね落とさせてもらったしもう税務署に行ってガンガンね戦うのよで。これどうなのとか言って、ね「いやそれ経費でもいいなんで認められないの?」みたいなことを、ね、だらだらやるじゃん。で特にねあのー、まあ,あいわゆる、ね、その僕の場合はその印税収入だったんで、えー、印税収入ってなんかさ不労所得みたいなさ あの感じで税務署は受けるのよだけどさ俺がしみたらね本書くのあんたどっくらい大変だと思うのと。ね、で本書くでしょであの公演行くでしょ売り上げは、ね、会社に行くでしょでもさみすばらしい格好できないからスーツの一冊,一冊も作るよねとねあ一着も作るよねとねででこれ経費のおかしいじゃないって言ったら「いやそれ会社で持ってください」って言うんだよ。講演料会社に入ってんだから会社の経費でお前さあ 普通サラリーマンスーツ着て、スーツ買ってね、そのケーキで落ちないよね、みたいなこと言って、まあちょ、しょうがないな、じゃこれ、ね、あの、もらった分以上は落ちませんよ、みたいな、れね、そうだけでも結構さ、ね、節税になるじゃん。で、あの、当たり前だけど、欧米だったらさ、全部申告制度でしょね、自分って自分の、ね、申告して税金払うんだよ。ね、でも日本はさ、天引きじゃん。みんな天引きで取られるよね。だから、なんかさ、納税した気にならないし、 ね、その捉えた残った分だけが自分の、ね、お金と思ってるからさあれだけどだけど無駄に収めてることだってあるわけじゃん。で僕は今ねあっちこっち行ってんだけどいや例えばこの裏にいるねあの、うん、じゃあ,あの、うんね、このビデオ撮って人いるよね。この人がさ個人でほらパソコン買ってるわけだよな。でこれさ、まあ、会社で支給するパソコンがあるよね。で、えー、当時僕はねあ,のあれ。 え会社でパソコン支給されてなかったから常に自分で買ってたわけだよねそしたら「これ経由で落ちなはおかしい」っつってさで結局僕はあの原稿を書く仕事やってたからじゃあこれはね原稿書くのに必要な機種で別に当時あのそんなインターネットも流行ってないしさほとんどなんだかだからねこれ100%落としていいでしょって言って落とさせてもらったりねしたりしてたからまあパソコンは結構いいの持ってましたよ。 でだけどね収入以上使わせてくれないんだよ損益通算できないんですそこはだからまあそんなことしながらですね、えー、税金の勉強させてもらって、えーね、あの極力その還、ね、付金もらうみたいなことをしてましたねでそ,それともう一つはやっぱこう800万くらいになるとねちょうどまあそういっちゃうんだけどあのなんつうのちょっとお金が入ってきた気分になっちゃうじゃんねだから結果的にですね無駄遣いしちゃうんだよな僕もそうでしたね 大体、えー、いい800万900万くらいの時に何かさサラリーマン多かしちゃうんだよな <laughs> それはやめた方がいいよだからやっぱりコツコツお金貯めて貯めたら不動産投資もう僕はあのね株式投資もやってきてで株式もねそのバブル前にやったことあってたまたま住宅販売のね仕事してた時にお客さんが現金で買う人がいてでこの人は株で儲けた感じでね2800万の一個だけ買ったんですよ当時。 でまあその当時はすごいなと思ったらその人がご丁寧にねあのそのもう今亡くなっちゃったけどあの小規模の、ね、証券会社を紹介してくれてでそこであの証券取引やってでまあそこそこ儲かってた。ででもねそのここにその費やす時間ってすげえかかるんですよ。ね、でいろんな研究もしてねあの会社の情報を調べてみたり指揮法見たりあとは夜ねあの えー、パンでさ、あのー、海外の情報を聞いたりして、で、投資してたんだね。だから比較的儲かったけど、この労力を、ね、こっちに回すと、ね、当時僕は本業で、えー、不動産の勉強してるんだから、まあ、これはや、ダメだなと思って一切やめた。ね、儲かっただけでやめました。で、あと、ね、金も買ったことあって、で、結果的にね、あの。 えー、まあちょっと知り合いっていうかあの地主さんなんかと飲んでる席で、えー、金ねみんなで僕は5キロ買ってもう他の人は1 0キロずつロ買ってみたいなことやって金の投資でも多かったけどあのやっぱりね不動産投資一番ですよなんでかってくるんだもん、ね、でだから計算ができるだから例えばあの、ね、今月この家賃全部使い切っちゃっても来月また入ってくるわけじゃん解約要項がないから。 っであとあのいろんな事業あるよねで今うちの会社ね十数社いろんなことやってるよねでもこれもさいろいろ手がかかるわけじゃんだけど不動産投資関係ないもんだってもうさ立地条件仕入れは全てだよな立地条件にとこ買ってであとは入居者選んでで家賃もらってであとは申告してっていう話なんだけど収入がある程度こう読める事業なので。 あとは経費で考えるだけだからその経費をどう使うかってことだよなっていうことで考えてそのバランス取りながらやっていくのでやっぱ僕この人におすすめするとするともう年収800万ねあって子供二2人ってことであればぜひねあの不動産投資が一番だと思うようんあのそう言うとさあ,あんた不動産屋だからそういうこと言うんだよねみたいなさねこと言うやついるんだけどあの僕はね自分自身がそう思ってるから だから、やっぱりね、えー、年収500万くらいだとなかなか不動産投資って厳しいとかあるけど、800でサラリーマンであれば、あの、ローンも組めるし、で、まして、40歳だったら今ちょうどいい時期だよね。だって30年,30年ローン組んだら70までローン払うんだよ。僕はサラリーマンの時に、えー、20代からね、不動産投資してるわけだよね。だから、最終的には60歳で全部のローンが終わる予定だったの。だから、 本当にこの、ね、今本業にまた事業でやっても事業投資もいっぱいしてるわけだよね。もう会社に投資してるわけじゃん。でもう出資額って1億くらい超えてんじゃねえのある意味ではね。そういう意味ではですね、えー、投資してる先が今は事業の方に投資してるわけだよね。でも最初はもっと簡単な不動産投資だったわけじゃん。不動産投資もこれ事業だから。ね。えー、要するに貸し上げようだよな。 でで貸し上げるほど一番楽楽なな商売ないいいすすよ楽っていうか読みやすいだけどさ飲食店見てみたらい,いよ雨降ってきたらもうああ今日も客来ねえとか、ねえー、今度はさ、ね、あの来ないと思ってさ、ね、あの要するに数量調整してたら一気に人が来てさ材料足んなくなったみたいにな,なってで打ち止めみたいなことになっちゃうよね。だからそういう面でいくと予測がなかなか難しいんだよ事業何でもそうだけど。だけどおねやっぱり で「バカじゃない限り」つかまあごめんなさいこれ言うとさなんか倉橋さんはさ失敗したやつバカにしてるみたいなねいうこと言われるんだけど正直言ってバカだもんねだって不動産投資失敗しないもん普通 <laughs> ね <laughs> <laughs> まあねそのさなんていうかなその失敗する人の多くはさ、まあ、この間の話だけど姫路のトランプさんとか あ,あいう人たちがなんかセミナー言ったあ後ね俺2回ほら「姫路のトランプ」の話してるよな。でそれで、ね、僕もあんまり全然知らない人だからさあの、ね、そしたらねうちの社員が「なんかうちの c f ネッツフェアに来たことあるんじゃないかなこの人」って言ってたよ、ねで。だけど俺は多分名刺交換したかどうか分かんないけどなんかあの来たらしいよ。ね でまあその時は別に何も知らない人だし今も知らない人なんだけどでそれでねあの今回のこのね、えー、要するに銀行取引停止みたいなのがあってでその後にさなんか動画作られてんだよなでそれ一応ねあのこのがちょっと飲んでる時に見,見たらさ「いやああれじゃうまくいくわけないよこんなさじゃらじゃらのさ時計買ったりね高級会社っつっってそんなさ大したことないじゃんさあれじゃ値段下がっちゃうもんさ」ね。ね で,それを経費で使ってたんだろうなでさらにもっとビビったのがね何あの物件の購入価格ごまかしたらしいじゃんさだ多分店金、ね、作ってで、えー、結局自己資金あるように見せかけて例えば1億円の物件だったら1億2千円で買ったことにして2千万あることにして、えー、ローンの申し込みして、ね、1億円借りてるみたいなさそんなことやってんだもん無理だよ。うん、だって特に田舎の物件 まあ、イメージに住んでる人には申し訳ないけどもやっぱりその何との難しいよそれは <laughs> 田舎の1億円の物件2億円の物件、ね、それ500億円買っちゃってるんだもんさほとんど地べただよなそれに普中この、ね、原価償料の少ない建物があってそれをだから税金金とかお金を回すたためにどどどどん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 買い続けてたわけてわだよね、まあ、自転車操業のももう絵で描いたようなもんじゃん。<laughs> まあ、ちょっと問題がある都市だよなでそういうのをさ真に受けちゃうやつがいるわけよ、ね、ちょっと持ってるだけで、ね、なんかさあ,あこの人すごいみたいになってさでごまかしてこの間も騙されたやついいんだよあの北海道の物件ね捕まされてさあのな,んかなんかそういうねなんかいろんな会があるらしいよでそういうところに行ったらたまたまねあの不動産投資検討してるって言ったら「僕のいい物件あるから売ってあげるよ」なてつって,言って買わされてさ。 もう大変だっつったよ毎週毎週なんかさ不動産屋さんのとこ行ってねなんかシュークリーム持って挨拶に行くんだって <laughs> そうしないと客付けしてくなくてもっとひどいのさえあの客付け手数料6ヶ月取るっつったよそれ違法だからね本当とにとでもなんか広告料として、まあ、家賃3万円とかそんな金額だからさ、まあ、不動産屋さんだって1ヶ月でやってけないからっつって6ヶ月取るらしいよ。で 6ヶ月ね取ってさ3ヶ月で出られちゃったんですけど「先生どうしたんですかね?」みたいなことをこないだ相談に来た方いるけどもそれは返ってこないわ払った金は不動産屋に払ったんだから、うんまあ、そういうねあの新手なさ手口の人たちがいっぱいいてで結局騙される人が多いんだよなでだからその不動産投資っていうのは事業と思ってその取り組まなきゃいけないわけだよね。 でその時にサラリーマンの人が副業でねあの何かやるっていうのもいろいろねそのうんあるけども騙されやすいからやめた方がいいよ、うん、なんかくだらねえ商材売らされたりとかさ、ね、これやったら儲かるみたいなこと言ってねなんか先行通して金取られたとかさ言う人いいんじゃんであとこの間何で、ね、ホステルっていうね、あのー、とこで、えー、それもさ買うんじゃないんで賃貸で借りるんだよな。 でそこの会社が全部プロデュースしてでそれをね今度オーナーとしてやるんだけど客なんか入らしないじゃんさ、ね、だけど何にも責任取らないでそいつら、ね。だからそんなところに騙さない人が世の中にいっぱいいるからねあのそういう面ではあんまり僕はその副業みたいなこと考えないでおとなしく動産投資とかそういうね安定したものからスタートしてでそれで余力が出たら、うん、なんかすればいいじゃんね。 で今ねその、まあ、僕が2000年に後と不動産投資って本書いてそれはさ僕の一冊しかなかったんだよ当時一冊だよ <laughs> それで金持ち父さんの本が出てさ僕の本が売れたらみんな不動産投資の本いっぱい書いてるよねでそれもなんかさ僕の知らないような人たちがいっぱいね本書いてさでなんかやってるわけだよでそれはじゃあ目的何なのっていうことじゃん。っ、ね、ていう人たちがどんどん出てきちゃってるわけ。 だからあのなんていうかなこのまたさらにネットの時代でしょだからあの結構騙される人多いよね。でああの例えばだよ本見てくださいよ出版社。で僕は今なんかプラチナ出版ってところで出してるけども商業出版社なんですよ。あのね朝日新書とかね朝日新章ったら朝日新聞出版社だよ。で,でこれはもう光悦があったりもう大変なんですよ出版するのにもういろんな手続きを踏んで で大丈夫だって言ってから出すからね。某の書いた本で朝日新潮のやつは全部朝日新聞。出版社が全部声っつっていうのをやって、もう全部調べてね。えー、まあ、問題がないって言ったら出すのよね。っていうプロセスを組んだ。本なわけね。で、その前は住宅。信奉社とか住宅新、えー、週刊住宅新聞社とかね。まあ、今その住宅しえー、週刊住宅新聞社が。 あ潰れちゃって今は「プラスナ出版」っていうね出版社になっちゃったけどもでもねちゃんとしたしょ出版なんですよだから自費出版じゃないじゃんだけど自費出版の会社すぐ分かりますよ出版社見ればねそうしたら嘘ばっかりでこないだあのさねうちが引っかかっちゃったのラーメンコンサルタントってないるんだよ K さんっていうのがねこいつ本書いてやがんだ <laughs> びっくりだよね <laughs> いやーびっくりうんそれでなんとかジュニアとか言っちゃってさ 本家なんか書いちゃってでそれがなんかどうもね売れててさやっぱりなんかすげえ、うん、ラーメン屋儲かるみたいなさこと言ってで結局プロデュースでまた金負けられてるんだろうけどもうまくいった店1個もないんだよ1 <laughs> 個もないのに月にさ100件以上のねコンサルやってるので、嘘ばっかじゃんよく出版社出したなと思うわけでこいつにはちょっと金貸したからねあの、えー、とーもうこれあのいろんな被害者増やしちゃいけないと思って出版社のね その出版の差し,差し押さえをねうちで入れたんだけどそしたら出版社慌ててさ結局ね、あのー、もう、うん、動画とかそういうの配信も全部やめてもう閉じちゃったけど、ね、だけど基本的に詐欺師じゃんさ元詐欺で捕まってる人なの。ね、でそれにちょっと僕もね乗っちゃったことあるんだけどでもさ危ないとこだったよ。まあそういう面でいくと本ってさ昔はちゃんと信用できたんだけど 今そういうやつですら本書いてさそれもなんか何の実証もしなくてだよそれで儲かってる道はんか一件もないのにね一件もですよないのに成功したいのこと言っっちゃってんだよほんで、えー、結果的に、あのー、周りの人たちがね多分騙されてた結構いいんじゃないかな、あのーね、ある意味ではあそういう面では、ね、あの本屋さんの姿勢も変わっちゃったってことだな。だから あ,ある意味で本も信用できなくなってきちゃった時代になっちゃったからましてネットじゃん。ね、で僕はこうやって堂々とさ動画で喋ってるよねだから別に誰が見てもさであれ嘘じゃんってやついないでしょ <laughs> いないよだって本当のことしか言ってないもん、ね、だけどさ言えないやつもいるんだよいろんなことがあってね言えないやついいじゃん結構立派なこと言ってんけどお前知ってるぜって言いのままあんだよ俺は。 <laughs> いろんんなこと知ってるんだよ <laughs>、ね、だからさえそんなこと言っていいのってことがあるから絶対動画には出てこないこいつら。うん、だからある意味ではですねあのまあいろいろ信用のできないね時代だから、まあ、信用のできるとことを付き合いながらねあの、まあ、地味かもしれないけど、ね、首都圏の不動産投資が一番いいんじゃないかなって思うね。うんまあ、ちょっと、ね、余計な話ですけど今いろんな方がねうちに来てさ あね、そのいろんなコンサルを受けてるんだけども、まあ、最近はちょっと、ね、事業化するあのいわゆる、えー、法人の業績が少し下がってきちゃったから不動産の事業をやりたいだけど失敗したくないで社員も雇用していかなきゃいけないっていうような話で、えー、不動産投資を導入する会社もあるし実際にさ老舗の,の会社って結構金持ったりするんだよね。 よくこれ現金で残してるなっていう会社もいっぱいあるのよ。ね。だからそういうようなところで、やっぱり僕たちは、やっぱり、えぇ、ー、企業に対しても、やっぱり不動産投資で資産を増やそうよっていうのはやってるわけじゃん。まあ川崎の会社でね、あのー、僕はもう、本当に15年 ?16 年 ?17 年くらいかな、うん、顧問してる会社があるんだけども、顧問というかね、えー、投資のコンサルやって、うちで管理させてもらってるね。この方だって、さあ、 もう会社で10億くらいもっとかなの資産買って運用しててもうローンの返済終わるからねまもなく、うん。っていうところの方もいるし再投資しようってうんで今は動いてますけどだ事業企業の人もやっぱりね不動産に対してちょっと無知ない人はねあの損するよねだからまああ,の、ね、ある意味ではですねバランスの取れた あの運用でできれば非常にいい事業なので、まあ、特にこのねあの年収800万くらいで、まあ、多分、ね、そこそこ成功してる人なんだろうからあぜひね不動産投資が一番じゃないかなって思いますあ不動産投資が一番って本も僕書いてるんで <laughs> そういえば <laughs> 今廃盤になっちゃったかな、まあ、中古のンでも売ってるんでね、まあ、一番いいのはあのやっぱり不動産投資成功の方程式っていうね あの朝日新書で出てる本があるので、まあ、それ参考にしてもらえばね不動産投資ってそんなにリスク少ない、ね、リスクが高いものじゃないってことは分かっていただけるんじゃないかなと思います。えということで、ね、もし僕が800万くらいの年収で家族が子供2人くらいだったら明らかに不動産投資えやってます。で本業はこれからもっと伸ばす40代の時にしっかり年収は増やせるだけの,あの力を持たないとサラリーマンで生きていけないよ。 うん、あの今ねサラリーマンだからってだらだらと暮らせる時代は終わっちゃったから、ね、だからやっぱり、ね、その年収800万ぐらいの人がもう年収1,200万ぐらい目指して、ね、がっつり稼ぐ、ね、あの力を持つ、まあ、そういうような形に持ち込む方がいいんじゃないの,、ね、の不動産投資の方はうち任せておてもらえばいいからと <laughs> いうことで <laughs> ぜひ検討してみてください。それでででははまたたこの動画はいかかがでしたでしょうか 今後もですね、継続してこのようなですね、皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています。ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、見られるようになっておりますし、またいいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。